愛子と姫のヒーリングムービー、今夜の映画はバッドマンでございます、はい、史上最低のスーパーヒーロー。7月15日からロードショーが始まりました、はい、アメコミヒーローをリスペクトしたコメディアクションでございます、うん、どんな内容なのか大輔さんにプレスを読んでもらいましょう、はい、バッドマン史上最低のスーパーヒーロー。警察署長の父親の反対を押し切り、役者としての夢を追い続けているセドリック。実は心が折れかけていたその時、新作映画バッドマンの主役に抜擢される。そう、バットマンではなくバッドマンだ。バッドモービルに乗り、宿敵ピエロと戦うヒーロー映画。このチャンスを逃してはならないとセドリックは体を鍛え上げ、武術を学び撮影に挑む。戸惑いながらも撮影初日が順調に終わろうとする中、妹から父親が倒れたという知らせが入る。焦ったセドリックはバッドスーツのままバッドモービルに乗り病院へと急ぐが、その途中で事故に遭い気絶してしまう。そして目を覚ますと自分の名前や過去の記憶を失っていた。ということなんですけれども、はい、コロナ禍のフランスでナンバーワン大ヒットのバッドマンだそうでございます。うん、なんかこれすごいストレスがぶっ飛ぶかもしれませんね。それと、これなんかあれ真似してんじゃないのとか、はいはいはい、これも真似じゃないのなんて言われるよりか、本当に真似してますっていうのを表に出してるところがまず面白いなと。で、ね、はい、でバットマンじゃなくてバッドマンです、ね、そうなんですね。ここが大事なところですね。でこの映画一番最初、はい、本当にヒーローものかなと思うみたいな、うん、はい、そうですね、シーンから始まるんですよ、うん、で実はそれ撮影現場なんですね、うん、で、リスペクトしてるんですけど、衣装とかそれからモービルとかから出てくるアクト、はい、ピエロも、はい、もろあれなんですよ。なんかなんとなく別の名前が浮かびそうなね、あのいろんなものが出てくるわけですね、はい、で、主人公のお父さんが警察署長っていうのが面白いですよね。そうですね、もう一番こう悪を取り締まるね、はい、ところですからね。でお前ね、そのね、あのもう役者なんてねつって言ってもね、まあそうですよね、かわいそうなコマーシャルに出たりしてるんです、このヒーローは、はいはいはい、ね。それでそうしてるうちに、バッドマンのお話が舞い込んできたんで、はい、本気になってね、体を鍛えてね、美術を学んで撮影に挑みました、うん、だからそのシーンが頭に出てるから、本当に初めはヒーローものかなと思ってるんですけど、はいはい、そうじゃないんですよね、なんやこれはみたいなのがいっぱい。それで、はい、お父さんが倒れたっていうので慌てたセドリックさんは、うん、バッドモービルに乗ってそのまま向かいました、はい、で途中で事故に遭って、うん、気がついたらね、なんか自分の名前もわからない、うん、まずいですよね。そうですね。で自分の着てるものとかをこう考えたりとかして、もしかして俺はスーパーヒーローなのかなと思ったりするわけですよ。いや、もう起き上がった時に着てたのが悪かったですね。そうなんですよ。、はい、それで映画の中で、ね、はい、大俳優さんの家の中に入って、うん、ね、誰かを助けるみたいなシーンが現実とごっちゃになって、うんうんうん、こともあろうに大俳優さんの家族をさらっちゃうんですよ。ほう。大変なことになってますね。本当に史上最低になってますけど。それでね、妹さんとか家族はね、はい、なんとかセドリックを助けようとするんだけど、うん、なかなかねうまくいかない。そんなことをしてるうちに、うん、本当に悪党が出てくるんです、はあ、なぜかって言ったらセドリックがいろいろ動いてるうちに悪党のお金もいつの間にか奪ってたわけですよ。はははは。だから本物のね、はい、悪党が出てきて俺の金を返せって言うんですよ、うん、だけどまだ気がつかないの。それで、はい、戦ってるうちにどうなったかは映画ご覧いただきたいんですけれども、はい、スパイダーマンのね名シーンがあるでしょ、はい、あの要するにスパイダーマンがさ逆さになって、うんうんうん、こう上から降りてきて、はい、で彼女がこう靴付けするシーンとか、はいはいはい、 ありますね、あんなところもねパロってるわけですよ。なるほど。そのシーンがね本当にね、はい、よくここまでやるなっていうぐらいね、えぐいことやってるんですけど。まあこういうね、
はい、夏だしコロナ禍だし、うん、元気出るかなと思って子供見てましたけどもね、はい、面白おかしいフランス流ギャグにね、まあ、唖然としましたね。うん、ただこの映画を作ってるグループはシティハンターのグループなので、なるほど、なかなかいい出来のバッドマンでございました。史上最低のヒーロー、ぜひ劇場でご覧くださいませ。はい。